こんにちは、答えを見ました。わかるはずがないだろこれは。僕は答えを見ちゃったからあれですけど、これの動画を最初から見た人であれば、まあ解けたんじゃないかな。5個なんだけど、この魚が最初で、次にこれ虫ですね。で次にカエルはどこだ。カエルで次に恐竜。5番目が、海にいた魚。これでご覧の通り水がというわけです。わかったかな。みんな自力で解いてみてみろ。これをいるわけないんだから。で、何かが出てくる。本だ。でかいくぼみの真ん中にあるのこれ。入った。そうだよね、本だもんね。とりあえず行くか。行けねえし。行けねえんだ。急展開。あそこに置いてあった本って牢獄の本かな。真ん中に閉じ込められてますね。いる。お、綺麗だね。
これって行くことができなくなってたって言ってるドギの人たちの可能性がある。本でしか入れないくて、その本は父親は持ってないんだよね。リブンに接続してきたのは1週間前のことよ。リブン人、ドギの服を着ていた。私、エティと一緒なの何年ぶりかしら。彼女にすごく会いたがっ、ローキャサリンより、ローヤから手紙短に書いています。あなたの本をネラに託します。あなたがここに到着した直後、モエティの仲間が取り上げてしまった本のことです。名刺が出てきて、もう頭が回らなくなっちゃった。ネラ、モエティ、キャサリン、アトラス。がある特別な目的のために書いたものだということが分かりました。ゲーンはその本に手を出したくなるはずです。私の牢屋を見つけても扉を開けるには解除コードが必要です。解除コードはゲーンのオフィスにあります。ゲーンのオフィス、アトラスに合図を送らなければ。そのやり方は、アトラスってあの人じゃん、一番最初の人じゃん。多分私は知ってると思います。でもこれだけは気をつけて、私が解放されるまで絶対にアトラスに合図を送ってはいけません。セーブファイル分けた方がいいかもしれん。この日記は誰のものなの？これはキャサリンでしょ？この本は誰だ？アトラスと私がゲームをリブンに閉じ込めた。私はミストと接続して、アトラスがその底に身を投げたあの裂け目のこと。アトラスはゲイの力を奪った。したがってアトラスが真の神であるに違いない。神としてアトラスは私を妻に選んだ。リブンの世界とは存在を意味する私を。私は人々を超越し、神となってリブンに永遠に君臨する。
ダメだ、苦手だ、こういうの。端的に情報をくれない文章は苦手だ。この絵もあんま意味ないな。この壁画の、この絵の描き方はあの壁画の描き方と同じだよね。コード。これ5。5、1、1、4、5の順番で押す。5、1、1、4、5。これはでもさ、ストッパーを見つけた。望遠鏡が覗き窓に当たらないようにするための、ん？どういうことだ？ストッパーがあって、鉄板がロックされている覗き窓があって、その上には望遠鏡が設置されている。望遠鏡は覗き窓に当たらないようにするためのストッパーがある。望遠鏡が直接
窓に当たるか当たらないかを止めるためだけのものだったの、ストッパーって。アトラスって誰？アトラスってあの人じゃないな。アトラス落ちてるもんな。ドームを開く解除コードの謎を解くためにグループを作ることにした。ドームが開いたら燃え残りの方にエネルギーを与えることができる。燃え残りの本ってあのゲーンの部屋にあったやつかな。ドームが開いたらエネルギーを与えることができる。ネラとエティ。ドームにエネルギーを与える方法はわからない。燃え残った方にエネルギーを与えたら、この時代に接続できる。ドームにアクセスできる時間はごくわずか。ゲインが見つかる前に、ドームは一回しか使えない。ゲインの本と、燃え残った本の入り口の映像にはみんな共通の不気味さがある。映像は真っ暗なまま、もっとはっきりさせられないか。燃えたエスクからの報告。ドームの一つにアクセスする。ゲーンがドームにエネルギーを与えて使うのを見張っている。何を言ってんだ。私が書いた時代に接続したら、本の窓の中身の場所を突き止めて改良する。入り口の映像の上にその窓を重ねたら、本を直して機能させられるようになる。そうすれば盗み出した2冊目の本を使って、もっとたくさんの本の窓を持って自分に戻る。完璧に理解。I buco mo buco usipo. Na vene, tapo mo revene beno. Ori? Na ok.
Caterinene. Ui si fa polo iai sepe iai.では次回ちょっと待って、本当にわかんないよ。本が2冊ある。本が2冊あるし、なんかミスできないようなこと言われてる。この文章を読み取って何をするべきかを読み解かないといけないじゃん。今やれることって、入り口にあったあいつのロックを解除すると、その、捨てられた人たちの、なんか、宇宙みたいなところが見れちゃう。ってのと、高いところにあった、なんか6個の丸をどこに置くかパズル。だけどあれは、ドームの場所がわかんなくて、だけどなんかここで、ドームにアクセスしたみたいなこと書いてなかったっけ？これ、ドームにエネルギーを与えて使うのを待ってて、ドームの一つにアクセスできるって言ってるから、自分が知ってるドームって今4つなんですわ。残りの1つの場所がこの人たちが握ってるんだとしたら、これが教えてくれるのかな。さてどうする？一旦好きに動いてみていいですか？次回。